あーうめきん、きんに冷えたお茶が、いーちばんうまいいーちばんうまいわけっ、けんに冷えたちばんうピチャよりあやたかだよ、一番。いやー、俺あやたかか多いお茶だな。俺大人になってからお茶の渋みとかに気づいたんだよな。甘みだの。渋みだのに。おデブちゃんでお茶飲んでる人初めて見た。<laughs> 止めてあげてあ、てかさあのロールプレイフェイスあったじゃんストグラのあれでさなんか見に来てくれた人のプレゼントコーナーみたいなのがあって俺もらったんだよ今日いろいろちょっと見てみるちょっと待ってな俺ないと思っててさ台湾丼入れたの誰台湾丼ちょっと <laughs> 米,米が入ってんだけど米と台湾丼が入ってんだけど竹ってこと いやでもねお手紙も何個かあるんだよすごいほらチャルロス生産や,やつってすごくない俺人生で<あ>初めてなんだけど何これえっクッキーあるクッキークッキー龍角酸のどすっきり食べレ <laughs> なんか顔のパックのやつ手作りチャーハンは入ってないなさすがに <laughs> なんかあとポップコーン <laughs> もう1個手紙ふざけんな 食いもんじゃねえかほぼ手紙が2個と食いもんってあと米と台湾丼やばい <laughs> 米と台湾丼は普通になんかチャーハンを彷彿とさせるね手紙あとで読ませていただきます全然バロ起動せんちょっと米と台湾丼しかも米もその炊く前だからねいいねでもう1個はレトルトでいいねでもさ俺1個悲しいのがあったんだよなんかキーホルダーみたいなのが売ってたのかなガチャガチャみたいので 現場に。チャルロスせってさ、エゴさしたらさ、俺のバッジを譲って、他のバッジをもらおうと、みたいなツイートが出てきて、ああこういう、こういう傷つき方があるんだって、初めて経験いや、いいのよ。そりゃそうよ。自分の目当ての人と交換するのは、すごいあれだけど、あなるほどって。こういうのもあるんだっていう。その初めて、うん。求むチャルロスの人いたマジかよ。 俺もう全てが初めてだからさああいう感じのだからあーすげえなってランダムだもんねそうランダムらしいから、ね、コンビいくか取りまプレゼント NG ありますかチャーハン <laughs> チャーハンチャーハンじゃなかったらいいよほんとチャーハンじゃなかったらマジ何でもいいチャーハンが怖い俺は恐怖ちょっとこれ捨ててきてくれない怖いだろ空港のロビーで冷めたチャーハン渡されるのは一番 怖いだろ俺初めてだったもんあんな人達に会うのが手作り餃子あまあかわいい子だったら食うわ可愛い子が持ってきて来てくれるなら食うならもう料理作るときはそれを踏まえて作ってくださいね普通にいや俺は本当に俺はもうそういう風に生きていくって決めたからもいや差別じゃないこれは俺の好み野郎のチャーハンなんて一番怖えだろ味も怖えし普通に悪ふざけだしな野郎チャーハンは <laughs> 俺が作って可愛い子に持って行かせる <laughs>。<laughs> 労力を使うなそこまでして代行すんなスマホチャーハンやめろのそのメガネと似たようなメガネをいつだがいよりもえがつけてたんだけどもしかしてそういうことメガネつけてないよ。 メガネつけてないよ俺。俺メガネつけてことないよ。やべえレティクルが三つに見える。どれが本物だ？フラッシュを設置。やばい三分の一の確率で敵に弾が当たります。 タイミングンコブリブリーザーナ見つけてこい残り1名シャオシャオ <laughs> 嘘つかれてて <laughs> 疑問があるなら必ず聞きなさい思い込みやトラブルを招くだけよ おもろ今のマストグレールか俺はカカロット忘れてないよ <laughs> <laughs> えお前 <laughs> えお前すごいね俺マジで <laughs> 誰も何も言ってくれしやめたんだけどもうアンインストールもしてもうカカロットお前 <laughs> えー、すごいじゃん <laughs> う,うんごめんもう カカロットはもういいかなって本当にカカロットもいいかなーって思ってお前よくパンドラの箱開けてくれたねまだ途中だよねいやーその,そのや,ややる気あったんだよでも合間合間にイベントが入ってわかるでしょあとはもうわかるでしょやっぱ間が空くとやろうって気持ちがなくなるよねだから許してほしいで もうそれが1ヶ月経ったもんだからもういいかなって <laughs> でもすごいお前は覚えてたすごい嬉しい俺は俺のカカロットはオーバーウォッチになった <laughs> <laughs> か今度さ久々に YouTube で配信しようかなって思ってちょっと待ってすっごい今今 Twitter 見てんだけどすげえエロい画像出てきてびっくりしちゃった今そう YouTube でなんか雑談でもやってみようかなって思ってんだよねなんか適当に 雑談とかは YouTube でやろうかなってなんかやっぱ YouTube もそのやっぱ活動においてやっぱ50万人以上いるから今登録者がやっぱうまく活用したいなってやっぱ思ってんだよねまあ、マジで雑談でもいいしなやっぱ両党でいくのが強いかなって思ってんだよねいやてかストグラを YouTube でやろうかなって思ってんだよどうあれじゃないストグラリスナーって結構 YouTube いると思うんだよ だから俺はそういう風にやろうかなってちょっと今考えてんだよねそう使い分けしたいやっぱ Twitch ってやっぱ俺の中のイメージで FPS とかストリートファイターとかやっぱそっち系なんだよユーザーいるユーザーまあ、ストグラリスナーもいるんだろうけどでもまあ、ストグラは別その分けれるなら別に YouTube でもいいかなってやっぱ思うんだよねだからまあそこの使い分けできたらいいなーって思いつつカップルドース